ユルゲンクルト・モーザーは、ドイツ系のアメリカ合衆国の数学者で、ハミルトン力学系と、線形弁微分方程式に関する、40年間に、渡る業績で名高い。モーザーの母親であるイル・ゼストレール家は、バイオリニストで作曲家であるルイ・シュポアの名である。父親は、神経学者クルト・イ、e、モーザーで、商人であるマックス・マインクとクララ・モーザーの間に、生まれた。 クララは17世紀のフランスのユグノーでプロイセンへの移民の血を引く。モーザーの両親はドイツ帝国のケーニヒスベルクに住み、第二次世界大戦の結果、東ドイツのシュトラールズントに移り住んだ。モーザーは故郷のビルヘルムギムナジウムに入学した。その高校は数学と自然科学の教育に特化しており、1880年にダフィット・ヒルベルトが卒業している。 兄であるフリードリッヒロバート・エルンスト・モーザー・モーザー、1925年8月31日から1945年1月14日は、ドイツ陸軍に従軍し、ピルカレン、シュロスベルクで亡くなった。モーザーは、生物学者ガートルード・シーク・ラント博士と1955年9月10日に結婚した。ガートルードは、 カール・ルンゲの孫娘で、エミール・デュ・ボア・レイモンのひ孫娘である。二人は1960年に、ニューヨーク州のニューロシェルに、生涯の住居を定め、ニューヨークシティに通勤した。1980年に、スイスに移住し、チューリッヒに近いシュベルツェンバッハに住んだ。モーザーは、アカデミシャズ・オーケスターチューリッヒの会員だった。モーザーの死後、弟の写真印刷 処理者であるノースポート在住ののクラウス・ティー・モーザー・マインク妻のシアトル在住のガートルード、娘である劇場設計者のシアトル在住のニーナ・モーザーと数学者であるディジョン在住のルーシー・アイ・モーザー・アウスリン、次息子であるニューヨークシティ在住の弁護士リチャード・ディ・エメリーが残った。モーザーはピアノとチェロを弾き、父親がバイオリンを 母親がピアノを弾くという音楽家の家庭の伝統の中で子供の頃から室内楽を演奏した。モーザーは生涯のアマチュア天文学者で1988年リオデジャネイロの純粋応用数学研究所の訪問の際にパラグライダーを始めた。モーザーは月天元大学で学部課程を修了し1952年フランツレディッヒの下で研究し 博士号を取得した。博士論文を執筆した後、カール・ジーゲルの影響下にあり、ジーゲルと共に天体力学に関する二つ目の論文で、かなり議論を発展させた英語による研究論文を強調した。1953年をフルブライト小学生として、ニューヨーク大学のクーラント数理科学研究所で過ごし、1955年、アメリカ合衆国に移住し、 1959年市民権を得た。MIT の教授、そしてニューヨーク大学の教授になった。1967年から1970年の期間、ニューヨーク大学のクーラント数理科学研究所の理事を務めた。1970年、プリンストン高等研究所の職のオファーを断った。1980年以後、中立非公科大学で務め。 1995年名誉教授になった。1984年から1995年まで、モーザーは中立飛行科大学のフォールシ,ュンシンスティチュートフィア、またマイティークの理事をであり、ベノエックマンの後を継いだ。モーザーは中立飛行科大学の数学部門の再建を主導した。モーザーは1983年から1986年の間、 国際数学連合の総裁だった。モーザーの学生には、ブランダイス大学のマーク・アドラー、エドワード・ベルブルーのチャールズ・コンリー、ラトガース大学のハワード・ヤコブ・ウィッツ、ウィスコンシン大学のポール・ラビノー・ウィッツがいる。モーザーは、1968年ハミルトン力学系の理論への貢献に対して、バーコフ賞の最初の受賞者となり、1968年力学的、 天文学への貢献に対して、ジェームズ・クレーグ・ワトソンメダルを、1984年、王立オランダ数学界のブラウアーメダルを、1992年、ドイツ数学界のカントールメダルを、そして1995年ハーミルトン系の安定性と非線形微分方程式に関する業績により、ウルフ賞数学部門を受賞した。モーザーは1973年、 米国科学アカデミーの会員に選出され、ロンドン数学会やマインツの科学文学アカデミーの、ような海外のアカデミーの通信会員になった。モーザーは4年ごとの国際数学者会議で3度、すなわちストックホルムでの応用数学の分野と、ヘルシンキでの複素解析の分野での招待講演者、そして、ベルリンでの基調講演者を務めた。1990年、ルール大学。 ボーフムとパリ第6大学から名誉学位が送られた。シャムは2000年、モーザーの功績を称え、講義賞を設立した。ありがとうございます。